コロナ禍で迎えた2度目の初売りは、去年に続き混雑を避けるため、福袋の先行販売や抽選販売を行うなどして対応していますが、初日の客足は去年と比べおよそ2割増えているということです。今年は三重を楽しんでもらえるおよそ40プランの福袋が販売されていて、鉄道の車庫見学やお菓子作りなどの体験型プランが人気を集めています。福袋は今月10日まで津市の松菱で販売されています。